こんにちは、まこです。今日はテレビで紹介されましたポリ袋で作る鮭ミンチを使って3品紹介したいと思います。まず1つ目は鮭ミンチとカブを使って鮭麻婆を作ります。2つ目が鮭ミンチとはんぺんを使って鮭はんぺんバーグを作りたいと思います。3つ目は鮭ミンチを使って鮭フレークを作りたいと思います。では材料を紹介します。こちら全部で3品分の材料になります。こちらから麻婆の材料です。カブ、みりん、味噌、片栗粉、豆板醤、オイスターソース、あとごま油使います。こちらがバーグの材料で鮭とはんぺん、ネギ、であと塩コショウとごま油です。こっちが鮭フレークの材料です。鮭一切れとごま、ネギとめんつゆ、ごま油を使います。はい、では作っていきたいと思います。このポリ袋に鮭を入れて潰していきます。じゃあ鮭をポリ袋に入れます。で、鮭もんで潰していきます。握る感じで細かくしていきます。大体これくらい大まかに潰れたら OK です。この後にもう一回混ぜたりとか炒めたりとかしていくので、これぐらいまで潰れたらOK です。まず鮭フレークから作っていきたいんですけど、このフライパンにごま油を敷いて鮭を炒めていきます。じゃあごま油を入れます。鮭を一切れ分入れます。これ鮭をちょっと軽くほぐしながら炒めていきます。鮭の色が変わるまで炒めます。色が変わってきたら、めんつゆを入れます。めんつゆの水分がなくなってきたら、すりごまとネギを入れて炒め合わせます。で、完成です。もうこのままフライパンをちょっとキッチンペーパーで拭いてもらって、このまま作っていきます。洗い物も大変なので。では今度はこの潰した袋ではんぺんを入れて、はんぺんバーグの種を作っていきたいんですけど、一切れ分は麻婆に使うのでちょっと置いておきます。この鮭二切れ分にはんぺん1枚を入れます。刻みネギも入れます。軽くお塩、胡椒も入れます。で、これをしっかり混ぜていきます。もし混ぜててすごいまとまりが悪いなっていう場合は、ちょっと片栗粉を足してください。2人分なので2つに分けたいんですけど、取り出して混ぜるとやっぱベタベタついちゃうので、ポリ袋のままこうやって半分に分けて、ここでこうやって形を作るともう手も洗わなくていいので、すごく便利です。形を作って、で、油を熱したフライパンにさっきの形作ったハンバーグを入れます。今日ごま油なんですけど、別にオリーブオイルとかサラダ油とかでも大丈夫です。大体中火くらいです。焼き色がついたらひっくり返して蒸し焼きにすると早いので、ちょっと蓋をします。ひっくり返して蓋をします。少しさっきよりは火を弱めて、まあ、5分ぐらい焼いていきます。良さそうですね。焼けてるのでこれで完成です。鮭麻婆作っていきます。じゃあこの洗ったカブを切っていきます。カブはちょっと汚れてたりしたら軽く剥いてもらってもいいんですけども、皮ごとしっかり洗って使います。カブを4等分にしていきます。カブの葉は細かく切ります。じゃあさっきのフライパンを軽く拭いて、また同じので作っていきます。ここにごま油を入れます。にんにく、おろしニンニクを入れていきます。材料紹介の時にちょっとニンニクなかったんですけど、本格的にしたい場合はニンニクを入れてもらって、ちょっとちっちゃいお子さんがいるとかニンニク苦手っていう場合は入れなくても大丈夫です。
豆板醤も入れます。でこれもあのちっちゃいお子さんがいる場合とか辛いのが苦手な場合は抜いてもらっても大丈夫です。ここに一切れ分鮭ミンチを入れます。炒め合わせていきます。色が変わってこうパラパラほぐれてきたらハブを入れます。さっと炒め合わせたらお水を入れます。煮ている間に調味料を合わせていきます。はい、調味料をこれで混ぜていきます。片栗粉もここで入れておきます。調味料を混ぜます。はい、5分経ったので入れます。数が柔らかくなってたら OK で、まだ硬そうだったら柔らかくなるまで煮てください。柔らかくなっていたら火を弱めて混ぜ合わせた調味料を入れます。混ぜ合わせたらもう一度火をちょっと強めて、でとろみが出るまで加熱します。火が強いまま調味料を入れてしまうと片栗粉も入ってるのでちょっとダマになったりしちゃうので、一回火を弱めて入れて混ぜてからもう一回火をつけてください。この最後にカブの葉も一緒に入れてさっと火を通します。で調味料と一緒に入れてもらっても大丈夫です。はい、これで完成です。3品完成しました。食べたいと思います。いただきます。まずはこの竹フレークから食べます。今日ちょっとそのまま食べちゃうけど、ご飯にかけたりとかしてやっぱ美味しいですよね。朝食とかで全部作り置きできるんで、作り置きしてもらってもいいかもしれない。冷蔵庫だと 3,4 日ぐらい。フレークとかは冷蔵できるんで。いただきます。ごまが、ごまの風味が美味しいですよね。ごま結構たっぷり入ってるんで、おにぎりとかでもいいですよね。次は麻婆食べます。豆腐じゃなくてカブなので、いつもとちょっと違う感じで、お肉じゃなくて鮭だし、やっぱカブがジューシーなんで美味しいですよね。で結構大きめに切ってるんで、よりジューシーな感じで、カブの甘みもあるし、鮭だからあっさりして、多分私大食いなんでこれ多分全部一人で食べれますね、余裕で。おいしい。野菜好きなんで、この中だったらこれが一番好き。じゃあ次はパーティー。本当は出来たてはもっとふわふわなんですけど、まあでもお弁当とかに入れてもおいしいんで、うん、ふわふわですね。はんぺんがやっぱいいですね。冷めたのは冷めたので味がしっかり馴染むんで、これはこれで美味しい。あとは今日は簡単にするのに刻みネギ入れたんですけど、玉ねぎとかでしても美味しいです。じゃあ今日の質問コーナーということで、これから毎回食べてその後に質問コーナーをして、いろんなとこにいただいた質問を答えていこうと思うんですけど、まあ基本はまあ YouTube のコメント欄にいただいた質問を答えていこうかなと思うんですけど、まだコメント欄に質問ないので、インスタにちょうど質問いただいてたので、それを答えていきたいと思います。読みますね。はじめまして、まこさんのレシピ本の大ファンです。ありがとうございます。失敗せずに作れるのでいつも助かります。ありがとうございます。ところでお聞きしたいのですが、ズボラ冷凍レシピの本を買ってタルタルソースやポテトソースを作りました。次の日に使いたい場合は冷蔵庫に入れておいても大丈夫ですか、という質問をいただいたんですけど、昔ズボラ冷凍レシピっていう本を出してて、そこの中でのソースを、まあ、タルタルソースとか書いてくださってるように、タルタルソースとかポテトソースとかアボカドのソースを作って冷凍して、でそれをあのいろんなお料理にかけたりして使い回せるよっていう内容のレシピなんですけど、これは大丈夫です。タルタルソースとかポテトソースは
次の日に使いたい場合はって書いてあるんですけど、次の日ぐらいまでに使い切る分は冷蔵庫に入れてもらっても大丈夫です。ただちょっとアボカドのソースがあるんですけど、アボカドのソースは色がちょっと変わってしまうので、それだけは冷凍で使ってほしいですね。それ以外は次の日、次の次の日ぐらいまでに使うんだったら冷凍してなくても大丈夫です。冷蔵庫で OK です。ありがとうございます。質問、今後こういった感じで質問にお答えしていきたいと思っているので、ぜひコメントよろしくお願いします。もしこの動画がいいなと思ってくださる方がいたら、グッドボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。バイバイ、また次の動画で。